こんんばは山城と申します。今回はね、あ本当にすいません、あの、思いつきでぱっと寝起きです。寝起きというか、あのちょっとうどうどしとしてったところが、その真夜中です。もう夜中のうちですんでね、えー、その中でね、えー、ちょっとね、ふとね、ちょっと,、うん、ょっと動画のコメント欄ね、あの私の動画じゃないですけど、のところで、えー、ちょっとやり取りをしとってね、えー、ふと思い立ってた話がありまして、えー、ふと思い立ってたというかね、そうやりとことだね、なんていう。まあねあの ねえ、撮ろうと思ってね、まあ動画とかも、わーっとまとめるのもね、すいません、めんどくさかったんでね、えちょっと寝起きにフラッと、えそのままあのスマホで動画を壊して、なんかこのまま投稿できるらしいんでね、今 YouTube ってすごいですね、ここで YouTube のアプリでどこかボタンを押したらそのまま撮れるんね,ねまあなんでそのままアップロードしたいと思うんですけど、えっと、そ本題に入ります。えっとね、今回はちょっとお話したいのはね、えっと情報のね、ウォークマン化っていうね、私の持論ですけどね、うん。 あのよくね、まあ今まあ、この動画を見ている方は、まあ、そういったあの政治関係とか詳しい方はあんまりいないかもしれません今の現時点での私のチャンネル登録者の,あの傾向からいくとです、ね、あまりそういったけ、えー、政治問題とかに、えー、興味のある方というのはあんまり少ないと思います。まあ、私自身は興味があってです、ね、あんまりそういった動画は投稿してなかったですけど、まあ、今後はしていこうかなと思いますけど今の世界情勢もちょっといろいろと、ねえー、緊迫した場面 あ各地で起こってるんで、えー、でまあ、えー、そんな中でですね情報を合わさっ中でですねまあちょっと今はそういった、えー、まあどうでしょうかねわ、えー、私の、えー、試験ではねまあ、えー、非常にそういった政治家係とかに意識の高い方からいろいろとコメントをねちょっとやり取りをしとってでふと思ったのがねやっぱしねえっ、ー、とね情報というのが、えー、と私たち YouTube とかになってきた時にですねその 情報の入り方というのが、えー、私たちの中で当たり前のことが実はネットワーク社会の中でですよ。ネットワーク社会の中ででも私たちの中で当たり,、えーね、当たり前だと思っていたことは当たり前じゃないということが結構あると、えー。特にこれは実はネットワーク社会になってからが顕著であるよというのがウォークマンかと私は呼んでいるんですね。というのはどういうことかというとですね、まあ、YouTube、まず、ね、YouTube、えー、皆さんどうやって見ますか、まあ、スマホで見るかもいますし、パソコンという方もいるし、まあ、いろいろ Chrome ののねあのなんか、キャスト TV とかなんかガチャンガチャンと差し込んでね、大型テレビで見てるっていうかね、なかなかお金持ちの方もいるかもしれませんけど、私もね、こんなちっちゃい画面ですよ。ねスマホの画面でチラッと見たりとかですよ。まあ、でもパソコンで見ることが多ですかね、YouTube は動画は。うんで、YouTube とかで動画で見てるじゃないですか。そうするとですね、大体どうですか。まあ、能動的に、まあ、私、どちらかというと、能動的に情報を漁る方だと思います。自分で言うのもなんですけどね。で、情報的、能動的にする方には、これは実 じゃあとかネットっっていいうのはすすごくありがたいんですよねこういった情報が知りたいえ。それこそあの以前にあげましたリスクホ褒めを捨スたりスとかねえ入れたらですよ。スらっと出てくるわけじゃないですか。でそれ,それでそれであの裏取り、まあ私はもともとあの書籍で読んでそれでどういうのかなっていうのネットで調べたわけですけど。ね、でそれでデータ貼り付けて、まあ、以前の動画でやってるのでまあ、よかったら、ね、ごしくもやったら見てほしいんですけど。で、えー、そういうふうに感じですね。えー 情報を知りたいと思ったら能動的にしゃべるのでこれすっごくありがたいですただしですね実はこれ受動的いわゆる。 今までみたいにですね、テレビでね、自動的に NHK のニュースを見て自動的に見る、ね、新聞もし、もう自、ね、動的に、いや、何を言う、新聞とかテレビもちゃんと能動的に選んで見てると言ってもですね、選ぶ選択肢というのは、例えば新聞だったら毎日、まあこの辺りは中日、毎日、読売りはなかなかないかなっていう、産経なんてもう打て,打てないですかね、この辺りでは。私、いや3系新聞、ネットで見てますけど。えー まあでもこの辺りで言うとね中日、えー、朝日。 でもいいまあ未華なで伊勢新聞とかねありますけどでもこんなぐらいなんですよねその中から、えー、契約したところから受動的に情報を得てるわけなんですよでテレビもそうなんなする住人局とかそんなんですよね地上課でしたらで、えー、その中から受動的にねプチンってね電源ポチンってつけた受動的にずっと流れてくるのは、えー、受動的に受け入れる比較的情報というのは受動的に受け入れるというのが昔の中からの、えー、情報の入れ方で実はこれは いまだに大衆、えー、向けなのはこの受動的な能力の,の,の仕方ですそれはネットワーク社会になったら例えば YouTube でですよ最初は自分の好きなものからプラット見ますよね。 まあそういうこと鉄道好きな方でしたら鉄道関係の動画をカチッと見たら、まあ、スーツさんとか当たってくるわけですよね。そうすればその関係でですねいろいろケラスさんとかいろいろと鉄道関係の YouTuber のねえガミさんとかね小野田さん小野田さんは鉄道というよりは国交関係ですけどとか、まあ、でもやっぱし上がってくるわけです。あと、まあ、スーツさんとかねステハゲさんとか上がってきますよね。 ええと、いう風に上がってくる。その動画はですね、おすすめ動画とかで上がってくるわけです。それをプチプチプチとしていくとですね、やはりですね、自分の好きな動画っていうのが入ってくるんで、自分の好きなところから好きなところって、実は細く深く、深く掘り下げてるようで、細く深くなんですよね。で、広く浅く情報を浅るのには、実は YouTube とかネットワークっていうの向いてないんですよ。これをね、私もウォークマンカーって呼んでます。なんでウォークマンカーって呼んでるかっていうと、ウォークマンの若い方知らないかな。若い方は iPad とか iPod のイメージですよ、まあそれこそあの、 ね、こういったスマホでね、つないで、まあもうスマホで音楽聴けますからね、はい、iPhone とかでも聴きますよね。 ねえー、さあして、ね、音楽聞くじゃないですかそういう時にどういうふうに聞くかというと今音楽というのはどん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 イヤホンで聞くようになっているんですよね。ヘッドホンかイヤホンか、Bluetooth かワイ,ヤワイヤーかそれは違いがあっても結構これで聞くんですよ。というのは音楽が外に漏れるとね、それはね、あの騒音とかって言うと問題になったりしますからね。と、えー、いうのがあります。これがですね、実は最初に始まったのがこれはウォークマンと言われてるんですよね。ウォークマンになってから音楽というのが個人のものに。 それまでは公共だったんですよねスペ。スピーカーから流れてくる、テレビから流れてくる、ラジオから流れてくる、ラジカセから流れてくる、えー、そういうのはスピーカーを経由した空気を介した音楽なんですよ。そうするとですねその空気を介するか介さないかで音楽の質も変わるとかっていうのはそういう話じゃなくて、ですね、えー、大事なのはこれによって、ですね他の人が聞くかどうかですよ。昔なんかよく、私が子供の頃なんかありましたよ。で、それをでですね、えー、私の場合やったらラズマターズとかよくかけてました、まあの 音楽とかね、えーまあ、水木菜さんとかかけとるとですねうるさいなお前ってなこううのに夜にこんな大きい音楽流すなとか言われてあごめんごめんとかってねありましたけどそういう人たらね親父の中で言ったらね酔っ払ってギター弾きますかね私の親父、ね、ギタークラシックギタークラシックとかねあのア,コアコギーエースアコギをガンガン夜中に弾くで、ね、お前の方がうるさいわとかねありましたけどね <laughs>、えー、そんなことやっぱり親父見とるかもしれんからあれですけどまあという感じでですね、まあ 音楽というのはですね、えー だからそうう当時こそ昔のミリオンセラーっていうのがどんどんお前とった時代ですよまあそれこそオニャンクコクラブとかもそうですけど、えー、ねそれこそチューリップとかねまあそういったセラーのところからまあまあビートルズもとかもあれ逆らもロボってもいいかもしれません大衆音楽としてみんなが聴く音楽としていうのはイヤホールも入ってきたわけですよねだからそのところの音楽というのは皆さんも知っていだからまあ今でもってねマスコミメディアなんてそういう音楽ばっかりかけたからそれなんでしょうけど視聴率取れるからなんでしょうけどまあと、えー、いう感じで でえー、と大衆向け音楽というのは嫌がおるもん耳に入ってきたんですよ。ビーズといたらウルトラソウルというのをみんな知ってるわけなんですよ。だけどですね、今の音楽ってそうじゃないんですよね。じゃあ、まあ私の場合でしたら、まあ、私の音楽は聞きます。結構聞きます。多分あの、スマホの中に千何百曲って入ってるんじゃないかな。まあそれこそ、まあメインは水木菜奈々さんとかね、声優さんがメインですよ。で、アニソンと。アニソンっていうよりはゲームソングは本当は好きなんですけどね、細かいこと言うとか、まあそんなことは今日は置いときましょう。いや、あ置いとかなくてもいいか、そういうふうな感じで,ですね。どん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  自分の好きなジャンルにバーッと入ってくるんだけどまあ私の場合は水木奈々さんとか原田瞳さんとか眞家さんとかね内田真弥さんとかね。 その辺りののが好きだからそういういを聞くとでもですよ、例えばこの動画を見せる方で、全然実は声優関係詳しくない方、えー、何人かいるはずなんです、私の周りでも。で、えー、で見られた方には何を言っとる、ね、か、まあ木奈々さんも分かるかもしれませんね、もうだいぶいろんなメディアとかにも出てますから分かるかもしれませんから、原田智さんって誰なんやってなるかもしれませんけど、声優業界ではね有,有名なんでしょうとか、そういう感じなんですよ、<laughs> 結局ですね、好きな音楽というの方にど,んど,んどんどんどんふざけて てていう風になってくる例えば、じゃあ今の若い頃、まあそんな中でもね、まあもちろん一体勢力を築くところもあって、例えばやっぱ若い子やっね、やっぱレプン地球好きですね。ね私の周りでもね、あの、つい最近、あの、あの言ってました福、なんか福岡に、ね、行くよって言ってた子見ましたからね、追っかけて、見えからですよって、福岡に行ってって、週末行ってまたそのまま帰ってきて仕事してましたりとかね、ええ、いいね。 あるわけですよ。いや、ね、ね、やっぱ、じゃ、レベル一級って言われて、まあ、私なんか、あ、まあ、レベル一級は逆にうまいなと思ったのも、私なんかを知ってるわけですから、すごいですよね。こんなおっさんでも知ってるわけです。で、結構な方が知ったと思うんですよ。あの、延長のやつでね、まあ、そうそう、そ <laughs> の火のつけ方はね、間違えてないことになってますけど、まあ、でも、結果的にファンが、それで、離れてないし、まあ、ね、ライブも結構成功してるんで、まあ、結果的に、それだったらいいんじゃないの、と、私は思いますけどね。うん。 まあ,あのちゃんと聞くことねそれはちょっと一回ちょっと聞いてみようかなと思いますけどそんだけねみんな若い子はまあ結構ね周りで若い子は結構好きな子多いんでまあ聞いてみあまた聞いてみるのかなと思いますけどまあそんな感じで情報をこう喉のスるルにパパパッと広げるっていうのはなかなかないわけですけど自動的なわけなんでそうするとこれがえー 困ったこことにていくそれがですね、例えばこの動画を見てるまあ、保守系の方とかね。えー、で、まあ、でしたら多分、た保守系の方でしたら、まあ、最初どこから入るのか分かりませんけど、文化人まあまあ、そうまあ、私の場合は、えー、まあまあ、いいか、文化婦人保守局が入ってね。まあ、そこからいろいろ情熱さんとかな、私、確か最初 CGS の方から入ってますけどね。えーえーえー、まあ、それで、ね、生徒 DIY とか、そっちの方から広がって。で、えー、ああ、チャンネルさくらさんとかね。うん っていうのから、えー、文化人放送局がやった DATC テレビがあったりねまあその中からこう篠原さんのチャンネルにいてまあ最近は篠原さんのところをがっとりメインで中軸に見て、えー、でそこから情報をさらに広げていくっていうような、えー、取り方してますけどまあこれもちょっと私はちょっと情報の取り方独特なんでそれはまた一回お話ししてみようかなと思いますけどね。 まああの何はともあれですよ、まあそんな感じで,です、ね、実は情報というのが、実は、えー、とどんどんどんネットワーク社会というのは、何も広く深くなってない、そのスタイの人にとって細く深くなってるんだよ、それはですね、えー、情報というのを、特に自動的に受ける昔ながらの、えー、旧来型のねスタイルスの、えー、方にとってはよりそうなんですよっていうのを、えー、これはですね例えば、えー、総再生数、ね、YouTube の総再生数が例えば1時数千万回とかあるはずなんですよ。であの 日本だけでですよ、うん。世界中を合わせた何億何十億何百億の世界ですから、ねね、日本だけでも数千万1億2億とかあるんじゃないかな一日の総再生数がねその中でじゃ保守系って呼ばれてる、ね、メディアのえニュースの層が一体何万取れてるのか。 20万30万100万取れてるのかな200万1000万は取れてないでしょっていうことを考えたらその、えー、情報のシェア率で言ったら全然まだまだ低いわけですよそんな中で他のところでですね、えー、それ以外の動画それこそだと私の森見ててもやっぱパティロ動画好きな人はパティロ動画ばあっとずっと見てるわけですよで、ね、今のパティロエどんなに面白いかなと思いますけどねまあ、うん もしかしたらちょっとこの動画でも一回パチスロ動画とかやるかもしれませんけど、ね、私、ま、全然打たないんでね。周り誰かにもねや。やってもらうと思いますけどね。で、えー、まあそんな感じでですよ。 でも好きないまあまり結構いますね。やっぱりよくね、私4日1でやってますから、4日1はね、もう、オールナイト影響ね、今も年末年始にやるっていうぐらいのところでございますからね。えー、パチンコ好きのやつ多いんですよ。で、まあ、そんな感じのやつの場合そういうふうになるでしょ。そういうふうに情報がどん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 、えー、それぞれの好だなとこと まあその方が YouTube もマーケティングとして儲かるんですから当然なんですよ。というところをしかしその中でどうやってそういった情,情報を広めたか、ね、浅く広く広く広げ,広げるにはどうすればいいかそれは能動的にできる人はできるんです。いくらでも広げることができるんです。えー、だって英語で調べて調べるとって英語を覚えてちょっと英語で入れたらいくらでも出てきます。BBC でもロイターでも、ねえーまあ、RCD だとか広げますけどまあそんなとこ。ろ どん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 情報が入ってきますけど、うん、でもねそうはなかなか。 えー、とにかを下ろさないというか実際にはそうやってやってる人ごく一部なんですよっていうのでいかにこういった情報ですねそれで仕入れた、えー、まあ、うん、言い方をご平和だからしてましたけどの良い情報というのを、えー、ちゃんと大衆向けに発信できるようなネットワークシステムこれの構築というのは意外と大事なんじゃないかななんて思うわけでございますそのためにはやはりですねこの、えー、じゃあどういう問題があるのか実はこの、えー、ネットワーク情報社会におけるネットワーク社会における、えー 情報のネウォークマ要は今,今情報というのはすごく幅広くその人の中では目いっぱい見えてる範囲でね目いっぱい見えてる範囲で見えてますがただこの枠内なんですよっていうことをいかに認識してもらうかそしてそれをどうやってネットワークというこの能動的な、えー、能動主義的な発想の、えー、システムの中でどうやって広げていくか。 まあ、っていうのが一つ大きな課題なんだと思いますということをですね、ふと思い立ったので喋りましたもうあ。もうこんな時間だ、えらいことだ。ということで、私もこのままね、ポっと寝て、明日の仕事に備えたいと思います。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。